はい、というわけで本日の魔女の家やっていこうと思います。どうもこんにちは、ケンです。いや、ちょっとマジで怖えわ。だってさ、わかんない。だってもう何もしようがないよな。人形でしょ、ここに置くとか。置けるね。人形は静かに微笑んでいる。穴が開いて、降りよう。もう降りるしかないって。わかんないわかんないわかんない。あ、オッケー。私の部屋までおいで。うおー、なんかびっくりした。なんかどうした。猫ちゃん、猫、黒猫、猫ちゃん死んじゃったの。開けよう。部屋まで来てやったよ、お前の。はあ、はあ、読みますか、最後の日記。多分私は病気で死ぬ、だから彼女の体をもらうことにした。彼女の体で生きることにした。いいよね。ダメです、ダメです。私と体、死ぬ体くれるように友達だから。だから今日も遊びに来てくれたんでしょうねえ、ビオラちゃん。マジで見て感じに、ガッグギュッ。おらおら、うわ、無理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 。これ何？いや、ちょ、拾う？手紙を手に入れた。なくしていた手紙の前半部分。よし、枯らせろ。枯らせろ、帰れろ。帰れろ、帰ろう、もう帰ろう。帰ろう。帰ろう、帰ろう、帰ろう。もう無理だ。ああ、ビオラ、ビオラの血。ああ、よかった。ああ、よかった、ほんとよかったわ。お前の帰りがあんまり遅いから森の中探して、とにかく無事よかった。雨も降ってきたし、早く家に。ああ、もう、ん？え？嘘やろ。なんだ。ギガゲ、やばいって、やばいって。下がれ、ビオラ。おう、強いね。青鬼のサウスパーク編思い出すわ。わかります、青鬼のサウスパークね。はい、おー、終わった。素晴らしいゲームだった、本当に。いや、やばっ。いや、怖かったけど、やっぱ引き込まれる内容が良くて。いや、面白かった、本当に。いや、感動したわ。なんだろう、なんかね、すごい良かった。怖かったけど、なんか、いや、良かった本当に。いやー、でも最後は魔女は亡くなってしまった。まあ仕方ないだって、あんな目に遭わせてんでも人を。
いやあ、本当に、ああ、なんか一気に気が抜けた。ああ、よかった。制作ふみさん、ありがとうございました。いや、いいゲームでした、本当に。いやー、本当ね、ちょっとでも精神的に結構えぐってくるような内容だった。エンド。エンド、ハテナ。終わってるやろ。な、ハテナって。完全にエンドや。いやー、ありがとうございました。というわけで、まあ、実はですね、はい、友達に今魔女の家やってんだって言ったら、エンド分岐があると。だから、ハッピーエンドとバッドエンドみたいな、なんかそういうエンドの、エンディング分岐があるらしいんで、ちょっと、いつか機会があったらまた別のエンディングも目指して頑張っていこうかなと思っております。というわけで、魔女の家でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ああ、怖かった。じゃあ、ちょっとまた次回、もし次回があったら、魔女の家やっていきたいと思います。じゃあ、バイバイ。